ドジャースの大谷翔平投手は2日、日本時間3日、ドジャース・スタジアムで行われたブルーダイヤモンド柄に出席。ブランドアンバサダーを務めるボスの黒いジャケットで今年2月に結婚を発表したマミコ夫人と共にブルーカーペットに登場した。ロサンゼルス・ドジャース基金主催のチャリティーイベントで今年で8回目。ドジャースナインはそれぞれの家族と共に登場した。 グラミー賞を4度受賞している歌手のエド・シーランがライブを行う予定となっている。マミコ夫人と大谷が揃って公の場に姿を見せるのは、今年3月の韓国・ソウルでの開幕戦以来となる。2人とも左手薬指には指輪をはめていた。マミコ夫人も袖がシースルーになっている黒いジャケットに黒のバッグ。揃ってブラックコーディネートで登場した。取材に応じ。 伝統的にやっているみたいなので楽しみにしてきました、と話していた。大谷は1日、同2日の敵地球連戦最終日のダイヤモンドバックス戦で今季初欠場。本拠地に戻り、翌3日、同4日からブレーブス、マーリンズとの6連戦となっている。数少ないオフでも球団イベントに参加し、